この動画はフランのパート4等で同じ試合を使い回したことに編集中に気がついた愚か者が作ったガノン使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんごきげんよう、フランだよ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこれだよ。お二人の得意なスポーツは何ですか？得意なスポーツね、物を扱う競技はからっきしダメなのよ。それで全くスポーツしないのもあれだと思ったから陸上部に入ったのよね。そうだね、フランもちょこっとサッカーはしてたけど陸上の方が性に合ってる感じかな。陸上って得意とか苦手とかあるのかしら？他の人と比べれば一応得意って扱いになるんじゃないかな。じゃあ私たちの得意なスポーツは陸上ってことで。本当はいいスポーツって言いたいけどそんな実力もないからそれでいいと思うよ。私たちが同じ部活ってことがバレたところで試合の方に入っていきましょうか。無理っぽい感じしたけどなんとか帰れた。ジャンプしそうだからこのまま待機。ジャンプ位置に空前から空へ。今のはすごいわね。ジャンプと打ち返しどっちも見れるタクなのね。ジャンプ読み空前はもう置いとくだけでいいからね。フランがガノンで勝ててるうちの5割くらいはこのおかげかな。読みで置いてるというか振っておいてジャンプしてくれたら美味しいっていう考えね。さっきから滅多打ちにされて全然地上に降りれないよ。復帰阻止に来られたら済む。なんとかタイミングをずらして復帰。いらっしゃい。今のはよく見れてたね。というか音ゲーの感覚だね。空母振り回されてそのままバーストね。先に落としたのにイーブンになっちゃったのもったいないな。暴れてこないんだね。ジャンプ来い。うわお、これはクリーンヒット。もう一発。どう今のかなり良かったでしょ。もうなんか良かったっていうか、鬼かな。さっき言ってたジャンプ用の空前はまさにこれだね。あの位置でもしジャンプしてこなくて空前を透かしたとしてもそこまでリスクは大きくないからね。むしろ当たった時のリターンがでかすぎてお釣りが来るくらいな感じね。霊夢だってだけ外でジャンプの位置でリンを気に入ってるけどそれも当たったらいいなって感じでしょ。だいたいそれと同じと思ってくれれば理解しやすいかな。すごくかっこよく解説してくれてるのはいいんだけどものすごく押されてない？危な、っていうかすごく上手だね。もう終わったと思ったのに。ただお相手は外に出てくる気はないみたいね。なんで突っ込んでこないのかな？多分もうフランとっくにバーストしてると思うんだけど。パーセントは簡単に取れるから外には出ないで安定取ってるってことじゃない？このゲームで一番大切なのはコンボでも火力を取ることでもなくて、バーストチャンスをものにすることさ。説得力がとんでもないわ。まあ誰でも知ってる当たり前のことなんだけどね。それじゃあ2戦目だね。お相手はベレト。えらい近距離で NB 構えてくるんだね。なんか劇的に攻撃が当たらない。 NB のジャスガもうまくいってないわね。さすがにこれは当たらないかな。横スマの引き行動でクエヌを避けられる。なんかさっきからものすごく噛み合って何もできないんだけど。よし、やっと当たった。ちょっと飛び込み不足だったね。あ、空母でないのね。空前でぶっ飛ばして崖展開ね。ここは崖上待機でいいかな。ちょっと引きすぎて当たらなかった。割れる？上強連打に負けて逆に浮かされる。まだ割れるかな？あ、こりゃダメだ。ガードがギリギリ割れなかったわね。なんとしても割りたい。もらった。ちゃんとクエヌを当ててよかったわね。っていうかさっきのクウエはまさかのガード漏れだったわね。打点が高かったおかげでガードから漏れたんだね。ガードは狙って割ったり漏れるように技を振ったりできると結構いいかもね。フランは割る方向で行くことが多いけどマリサの場合は割るより漏れを狙っていくことが多いみたいだね。NB の姿勢で空母を華麗に避けられる。こりゃ空母は最低空で出さないとダメだね。いくらなんでもそんな露骨なのは当たらないって。はい、ジャンプ見えました。一気に持っていった。微妙なホールドのおかげでバーストできたっぽいわね。下シフト横スマでガンガン崖を狙ってくるわね。さっきから技を避けられまくってるからちょっと行動を変えていこうかな。いい感じに当たるようになったね。無理やり空母をこすっていくよ。いや何その天才ウェリー。そういうあんたもどさくさに紛れて横スマしてるじゃないのよ。はい、もらった。今の空前当たってないのはおかしいでしょ。ガード来い。ついに割れたわね。やっとやりたかったことが、できました。なんで上京？魔人剣じゃ変わり映えしないじゃん。
それじゃあ3戦目行くよ。お相手はゲムをね。ガーキャンウェリーをドカドカ使ってくる感じかな。うん、やっぱりそうみたいだね。何か対策はあるの？どんなタイミングでもウェリーしてくると思ってガードしてることかな。それと置いた後は何かで暴れてくると思うからそこを潰していく感じかな。こんな感じに、ものすごく綺麗にバーストさせていったわね。いくらなんでもうまくいきすぎたね。まるで動画みたいだよ。スマッシュ連打かな。一瞬待ってから。ジャンプではなかったわね。ただそのまま列を逃がさせた。さすがにラッキーつかみ。さっき勝ったけどまだ空下はしてくるんだね。なんかよくわからないけど反対方向に横強してくれて助かった。あちょ、さすがのフランでもレバガチャで抜けられなかったわね。絶対今の ND にリスクつけられたと思ったんだけど。もう一発。お相手もクーエしてきてたけど発生の関係でこっちが勝ったのね。本当のこと言うとさっきみたいに割ろうと思っただけなんだけどね。にしてもよく割ろうっていう方向で考えられるわね。動画の冒頭でも言ってたジャンプを潰す空前とこれを意識したらかなり勝率は良くなったね。もっと言うと空後を最低空で出してみるとかもあるんだけど、その辺はまだアマちゃんだからこれからかな。毎回思うんだけど、あんたらの動きのどこが甘いのよ。強靭プレイにしか見えないんだけど。操作ミスがあるうちはまだまだアマちゃんだね。正直言って完璧にこなせたらそれはもう機会なんだけど。このレベルでも操作ミスを気にするってやっぱり上に行く人はこういうところの心持ちが違うのね。操作精度は高くして損はないからね。これからもそのあたりを意識して頑張っていくよ。危なかったけどなんとか帰れた。空後は2回出る。それは甘い。ぶっ飛ばしたらあとは復帰阻止。今よく当てたわね。空下ウェリーは上等手段だからね。それじゃあ4戦目に行くよ。ガノンミラーね。あ、ちなみにフランの友達とのフレ戦です。最近ちょこちょこ動画に出てきてるいつもの人ね。強力に上済ましたけど入っては来なかったね。グー上は避けて打ち返したようの下スマ回避しちゃったねー。うまっていうか空 M からあんな速度で空上出るのね。魔人剣でアピールしてたら容赦なく背中蹴られた。その引き空 M はシンプルにうまい。無理やりぶっ壊す。さっきのクエヌが初段で外れてよかった。そのまま復帰阻止されて終わるところだったよ。あ、普通に掴んでくるの。ただ単にクエヌブンブンしてるだけかと思っちゃった。今読まれてなかった？発生前に掴めたからセーフセーフ。甘い。うお、それはナイス受け身。密着受け身もちゃんと取っていくよ。援護区悪は許さない。いやいや、どこ向かって列をにしてんのよ。あ、これ積んだ？うげー？きっちり屈伸タイムからメテオでオーバーキルね。あ、一応言っておくけど今この場はフレ戦で仲のいい人とやってるから屈伸も笑いのネタにしてるけど、オンラインでたまたまマッチングした知らない人とかには不快に思う人がいるから絶対にやっちゃダメだよ。もちろん対戦相手の方もそれを分かっていて通常のオンラインではやっていないので誤解しないようお願いします。注意喚起が終わったらバシバシ行くよ。これはもう罪かしら？まさかのお尻側でしかも受け身まで取ってきた。打ち返し。いやいや、全然打ち回避じゃないんだけど。バーストしたから打ち回避だよ。ガノンミラーは常に、バースト大佐。最後の試合は横スマといい列鬼メテオといい無茶苦茶ね。この列鬼は良かったね。さすがに自分でもすごいと思うよ。フランが自画自賛したところをお送りしたところで今回はここまで。この動画はどうだったかな？楽しんでくれたなら嬉しいな。また次回の動画も楽しみにしてくれる方はチャンネル登録して待っててね。それじゃあまた別の動画でも会おうね。じゃあね。さーて、本日のバーストシーンは？来週もまた見てくださいね。というわけで今回のガノンじゃんけんはパーでした。勝った人は列鬼メテオがガンガン決まるかも。負けちゃった人は列鬼でガードを割られないように注意しましょう。以上、今回のガノンじゃんけんのコーナーでした。グッテ、反転雷神賞。いらっしゃいませー。